1945年、横浜のとある時空研究所の庭石に突如謎の暗号が浮かび上がる。そこには数十年後に現れる敵とそれに対応する未知のテクノロジーが刻まれていた。その未知のテクノロジーから誕生した人工知能を持ちロボットに変形する車、それがジャイロゼッターである。そして2012年、アルカディア学園に通う初等部5年生轟かける、一つ上の幼なじみ稲葉凛音、中等部の早見俊介はクロード博士から謎の石板ロゼッタグラフィーにその名が刻まれた選ばれしドライバーだと告げられる。戦いの時は来た。超速変形せよ。ジャイロゼッタライバード。スペシャルカード発動。必殺ライトニングスラッシュ。超速変形ジャイロゼッター、2012年テレビアニメ放映予定。